25日から30日に一度。生理の 2,3 日前、私はどうしようもなく苛立ってしまう。生理が始まる前から精神的に不安定になったり、頭痛やめまいに悩まされたりするのはよくあることだけれど、その症状がひどいと月経前症候群 PMS と診断される。不安で眠れなくなる人や無気力になる人に悲観的になる人、 PMS にはさまざまな症状があるらしいけれど、私の場合はこれといった要因もないのにカッと頭に血が上って攻撃的になってしまう。どうした？お父さんどうした？投げない投げない。